はい、これがオーストリアです。キーパーがコンセル、以下チェルニー、ショッテル、フヘッファー、ファイアジンガー、ヘラーフ、バスティッチ、クーバウアー、ホルスター、ヘルツォーク、ベッテル。これはほぼベストオーダーと見てよろしいんですか？そうですね、昨年の予選に比べ、昨年あった試合に比べますと、2、3人変わってますけども、ベースとなるメンバーは本当に変わってないですね。そうですか、はい。さて一方エストニアキーパーのプームが映っております。そうですね、はい、当然主戦立たされることが多いでしょうから、はい、やはりこのゴールキーパーの存在っていうのがですね、はい、非常に重要になってくるのではないでしょうか、うん、そのプームがキーパー、レムサル、キルス、ホフロフ、シムソン、メイク、アロネン、ビッグマ、パリ、クリスタル、ライム、オペルト、これがスターティングイレブンです。エストニアです。今日は青いユニフォームになります。こちらは国内のですね、はい、フローラタリンという、非常に強いチームがあるんですけど、そこの選手が、そこの選手とそこ出身の選手がベースになっているようですね。そうですか、はい、今日はベルギーセットです。主審がアンコインさん、副審がゲダルスさんとファンナイランドさんです。エルンストハッペルスタディオン、27,500人という報告が入りました。さあ前半の45分が始まっています。この白いユニフォームが地元オーストリアです。一方青いユニフォーム、ちょっと濃い色をしていますが、これがエストニアということになります。改めて今主審と副審が紹介されています。オーストリアとエストニア、このグループ4は先ほどお伝えした通りスコットランドが抜け出ていますが、はい、そうですね、はい、それにはキーパーです、はい、スコットランドが抜け出たと同時にですね、はい、スウェーデンですか、はい、もたつきがちょっと、目につきますね。序盤戦は何か要因があるんでしょうか？どうでしょうかね、はい、アメリカワールドカップ以降ですか、はい、欧州選手権も出てませんし、メンバー的には素晴らしい選手が揃ってるんですけどね、はい、前に持っていきたいところです。これ倒されました。ホイッスルは、ホイッスルはありません。倒れたのは6番のヘラーフ。このヘラーフについて教えてください。ヘラーフは、ラピドウィンですか、はい、中盤で、はい、いつもは右サイドを担当することもあるんですけど、ね、今は左から流れていきましたね。そうでしたね、はい、もう29歳、今年30歳になりますね。あ、そうですか、はい、ベテランの域に入っていますヘラーフ。ピッチの状態はいいようです。今日のエルンストハッペルスタディオン、こちらかつてはプラタースタジアムと呼ばれてた、はい、ウィーンにあるスタジアムですけどね、非常に綺麗なスタジアムで、はい、チャンピオンズリーグの決勝なんかもよくやってますよね。あ、そのようですね、はい、絶好のコンディションです。エルンストハッペルというのは選手名からもちろん取ったわけです、はい、94年にですね、エルンストハッペルさんという、かつての偉大な選手の方が亡くなって、はい、それとともにこう名前を冠のようにですね、はい、つけることになったようですね。そうですか、はい、さあ今助走を取りました。あーっとトリッキーに行きました。てっきりヘルツォークが行ったと思いましたが、そうですね、あれぐらいのレンジだったらヘルツォークの左足がもうドカンと炸裂するのかと思いましたけども、はい、クロスバーの上を越えます、はい、一人壁の間に入っている選手のがずれることによってそこのコースを狙ったんですけどね。うん、立ち上がりの2分です。オーストリアがやはり予想通り攻め込んでいます。チャンスエストニア、追い込まれました。高めのチェックです。エストニア10番はライム、この人はチェルニーです。チェルニーはどこで活躍してますか？チェルニーもドイツですね、はい、ドイツ。そうですか、はい、オーストリアはブンデスリーガーで活躍する選手が多いですね。はい、やはり多いですね、はい、ショッテル、プフェファーです。あとは、ラピドウィンですね、はい、オーストリアと言いますとね、はい、ラピドウィン所属の選手もかなり入ってますね、チェルニー、やはり戦前の予想としてはホームということもありますが、オーストリアがかなり分がいいわけですね。そうですね、当然勝って当然だと思うんですよね、はい、問題は何点取れるかだと思います。なるほど、はい、ただ冒頭でご紹介したその10月の9日のエストニアとスコットランド戦ですね、はい、改めてちょっと伺いたいんですが、これはどういうトラブルが起きたんですか？非常にエストニアホームの試合だったんですけども、小さなスタジアムでして、はい、でヨーロッパの予選試合はナイターで行われることが多いんですけれども、
8時のキックオフの会社と照明がちょっと暗いので、はい、早くしようじゃないかとスコットランドの方が申し出まして、それはアウェイのスコットランドが、はい、そうですね、はい、で結局3時から開催ということで、まあ、FIFA のもうそのようにしようということになったんですけども、はい、でスコットランドが3時にあの会場に行きましたらですね、はい、それが現れなかったわけですよね、でまあその時点でスコットランドの3対0ということになったんですけども、はい、エストニア不在ということで、はい、まあ、エストニアにしてみればですね、彼らは今度は8時にちゃんと、彼らの感覚としてちゃんと8時に行ったわけですよね、当然スコットランドいませんから、はい、で向こうは向こうで主張しますよね、今度はスコットランドがいない、はいはい、ただまあ公式のアナウンスとしてですね、はい、3対0でスコットランドの勝利ということになったんですけども、はい、まあ最終的にはそれを白紙撤回するような形でですね、年が明けた今年の2月に再試合をやろうと、はい、ははいうことになりまして、第三国で行うと、はい、そうですね、はい、モナコですか、はい、はい、再試合やりまして、結果は 0-0 の引き分けに終わりましたね。なるほど、はい、しかし考えようによってはその FIFA の3時に変更したというお達しはエストニアには行ってなかったんでしょうか。どうでしょうかね、まあ、ただエストニアとしては当然その自分たちの有利なフォームですからね、なるほど、条件でやりたいっていうのはあるという、条件を飲む必要はないと、はい、はい、それはあると思うんですね、はい、ゴール前です、チャンスーっと決めた、オフサイド、そうですね、そのようですね、ちょっと前に出てましたね、いいシュートでありましたがオフサイド、ベッテル今が微妙じゃないですか。そうですね、ちょっとここから見て、ここでコースター流すんですよね、はい、あーオフサイドですね、オフサイドですね、がぜんこれエルスト・ハッペル・スタディオンがブーイングに包まれましたが今のは完全にオフサイドです。歓声が非常にひときわ高くなりました。エストニア、今後方でコフルブーシムさんです。オーストリアの、はい、このホームで試合やるときもですね、はい、攻めるんですけどなかなか点が取れないという試合が続いてましたので、今日は非常にいい立ち上がり、ここでもし1点入ってましたらですね、はい、よかったんですけれども、5分圏内でね、0対0という得点変わりません。そして先ほどお話途中になりましたが、結局エストニア、スコットランドは0対0というふうに、まあ、痛み分けで終わっています。さあ上がってきました、チェルニーです、右サイド、ゴール前押さ、チャンスは訪れてまいります、ポルスター、いい形だと思いますね。わずかに合いませんでした。コーナーキック、オーストリア、蹴るのはヘルツォーク、この角度、シュートへ、ヒットしません。ちょっと力入りましたね、今のシュート、入りましたね、はい、シュート、もう一度ゴールキックに変わります。キーパーのプーム、拍手です。このエストニアというのも、まあ、小さな国ではあります。同じバルト三国のリトアニア、ラトビアと同様にこのエストニアもソ連に占領されておりました。まあ、併合された1940年以降国としては存在しなくなっておりますが、 FIFA からはずっと撤退せずに資格を得ておりましたが、1992年一時的に保留していたものを再び会員として戻ってきました。したがって新しい感じがいたしますね、そうですね、はい、さあエストニアです。1994年のワールドカップの予選も参加しています。シュート、オーストリア、かなり透明、はい、この人はその先ほども打ちましたが6番のヘラートです。ただオーストリアはいい感じでボールつないでますよね、はい、この辺も、はい、ベッテルからヘラフ、この人はヘラフ、
8分30秒を過ぎました。いつでも点が取れそうな感じ、オーストリア。シュートへ持っていくか、切り返して中にセントリング、ーっとキーパーヘディング、これはゴールではありません、はい、オフサイドですかね。ポルスターオフサイド。いやー、ポルスターにしてみるとなんでなんだよというこのアピールなんですが、今日の副審はベルギーセット、アンコイン、ゲタルスさん、ファンナランドさんです。あ、オフサイドですね。オフサイドです ね、はい、すね、間違いありませんね。まあいつでも点が入るようにというご紹介しましたが、まさにその通りで、うん、まあこれだけあのいい形作ってますですね、はい、まあ、そういう気もするんですけども、逆に、はい、2度も連続でオフサイドで得点が取り消されるとちょっと嫌な感じですね。嫌ですね、スローで見ますと確実にオフサイド、まあ、選手のアングルだとなかなか分かんないですからね。分かりづらい、そうですね、はい、ショッテル、圧倒的に押しています。左クロスはそのままキーパーです。プーム、まあ、やはり今日はあの冒頭にありましたけど、はい、このプームが画面に映る回数っていうのはすごく多いでしょうね。そうですね、はい、攻めるオーストリア、守るプームというそういった映像が多くなってまいります。オーストリアは FIFA 加盟が1905年、20世紀前半から1960年代まではウィーンは間違いなくヨーロッパ大陸におけるサッカーの中心でありました。一番古いいわゆる国際試合がイングランド対スコットランドならば、2番目に古いと言われているのがオーストリア対ハンガリーです。かなりの歴史がありますね。そうですね、まあ、ハンガリーも50年代ぐらいですか、はい、非常にあの一時期交流を極めましたもんね。このところの低迷ぶりというのは何か要因があるんですか。どうでしょうか、はい、まあ、ちょっとこれ見ますかね、はい、入れたボールはヘディング、ゴールキックに変わります。蹴ったのは10番のヘルツォーク。まあ、一つ言えるのはまずあのポルスターヘルツォークっていうのはもう90年代の前半から確立されてた、はい、強力なホットラインなんですけどね、はい、それを脇を固めるっていうんですかね、うん、後から出てくる選手がなかなかいないなという印象はまず受けますね、今のヘディングシュートは最終的にヘラフだったんですね。そうですね、ポルスターの後ろから入って、はい、入ってきましたね、はい、ずいぶん今日はうまいところに入ってまいります。ヘラフ、エストニア、さあ久しぶりにチャンスになりますか。パリから、そして右サイド開いて一人かわして低いボールニア。まあ、あとはですね、あの、はい、オーストラリアがその力が落ちたというよりもですね、むしろ例えばポルトガルとか、はい、クロアチアとか、はい、新しい新興国がね、はい、力の台頭がですね、はい、この伝統国のこうパワーをですね、はい、ちょっと入れた、バーヘディング、わずかに及びませんか。いいタイミングですね、はいはい、バスティッチ、まあ、ちょっとそういった新興国の台頭でですね、オーストラリア自体が地味な存在になってるなっていう感じはありますよね。うーん、オーストリアの力がどうというよりも周りが本当に力をつけてきた。そうですね、まあ、ただ80年代の初めぐらいですか、はい、比べるとちょっと小粒かなという印象もありますけどね、はい、エストニアです。激しい、生きています。10番ヘルツォーク、パス抜け出ました、ファイヤージンガーでしょうか。いやっといいところに流れた、センタリングはマイナス、ずっとトラップしてこのまま2人が倒れ込む、もったいないですね。そうですね、ヘルツォークとファイヤージンガーかぶってしまいましたね。はい、それにしてもいつでも点が取れそうです。かえって嫌なもんだというのは戸塚さんでありますが、オフサイドなどもありましてここまでノーゴール。しかし確実にゴール前を脅かしています。チェルニー、2番同士レムサール、チェルニー、
このチェルニーの攻撃参加が前半の初めの頃から非常に目立ってますね。はい、さあコーナーキック、ヘルツォーク、ニアポストです。大きなバウンド、そのままゴールラインを割りました。ゴールキック、2万7500人という観客の発表がありました。エルンストハッペルスタディオン、こちらはチェルニーです。今日は右サイド切れています。かなり深いところまで攻め込んでいます。キーパーのプーム、エストニアの名前があまり出ませんでしたが、このキーパープーム以外、まあ、今日の試合で戸塚さんご自身注目されている選手は。そうですね、はい、やっぱりどうしても後ろの方の選手になってしまうんですよね。はい、はい、まあ、ゴールキーパー含めた最終ラインの頑張りっていうのがエストニアはすごく大事になってきますからね。だからここのところの試合の流れで言いますと、2番の、はい、レムサルですか、レムサル、はい、彼もずっと出てるようですから、この辺の頑張りですかね、やっぱりね。どうオーストリアの攻めをしのぐか。はい、そうですね。さあオーストリアが抜けてました。あ、かなり持って入った。今クリアしたのはまさに2番のレムサルですけど、はい、フォルスターに合いません。フォルスターもいわゆるキャップ数が多くなりました。キーパーのプーム、今日は忙しい、本当に仕事いっぱいです。ヘルツォーク、今度はファーサイド、ゴールの正面あたりでしたか。ボレー、空振り、もう一度来ました。この人バスティッチ、ルーズボールを拾って、さあオーストリアフィニッシュチャンスだ。あーっとヘラフが上がろうというところ、ボールは途中でカットされました。そのままエストニア攻め切ることはできません。ヘラフ、うまい、速い、そしてこの鋭いチェルニーです。自分で突破しましたか。あーっと倒れる。かなりしかし戸塚さん、はい、一人一人の個人能力はやはりオーストリア素晴らしいものがありますね。そうですね、まあエストニアがちょっと技術的に劣っているのかという面もあるでしょうけどね、はい、いいようにこのゲームを支配しています。やはりホームっていうこともあってすごく積極的ですよね、はい、はい、向いていて楽しいサッカーになりました。オーストリアにとってみればこれはもう攻める一方のサッカーです。ヘルツォーク、この角度です。シュートへ、かなり距離はありました。うん、そうですね、はい、クーバーは、クーバーはラピートウィーン所属ですけども、はい、自分のチームでは10番もつける選手ですからね。ああ、はい、そうですか。ラピドウィーンというのもチャンピオンズリーグなどではおなじみのチームですがね。そうですね、非常にいい印象を与えてくれるチームの一つです。オーストリア、ほとんど攻める時間が多くなりました。オーストリア、バスティッチ、プレイオンです。ベッテル、ベッテルへ、まだ距離がありますか。あっとこれはミス。こういうの生かしたい。オペル、オフサイド、オフサイドですね。ビッグマン、オーストリアの方はああいった自分たちのミスからですね、はい、のカウンターさえ気をつけておけば、まあ、問題なく試合進められるでしょうね。この濃い青がエストニアです。オーストリアは白いユニフォームです。オーストリアのしかし歴史を紐解きますと、1991年の9月の12日、
まあフェロー諸島にヨーロッパ選手権の予選で 0-1 で敗れたということがかなり屈辱的な記録として残ってるわけですね。そうですね、まあ、ちょっと考えにくいですがね、はい、さあこの位置からヘルソーク、うーわすごいシュート、すごいシュートですね今のは、すごいシュートですね。折り返したボールはそのまま逆サイドまで来ましたが、一度割ってますね、割ってます ね、 そうですね。いやそれにしてもヘルツォークのシュートはキーパー前でひと伸びしましたか。はい、なんかうなりを上げるってないのいいんでしょうね。そうですね、すごいシュートでしたねこれ。いやこれは角度もすごいですよね。はい、やっぱりあのヘルツォークの左足っていうのは本当に魅力的ですよね。はい、何かその擬音をつけるならばズドンと行きましょうか。そうですね、ブインと言いましょうかね。まあグワンとかですね、グワンとかそういう感じになるんでしょうか。はい、素晴らしいシュートでした。この9番がポルスターキャプテンですね。そして今イエローカードは出されました。そうするとエストニアの最終ラインの選手ですよね、当然ね。シムソンでしょうか。そのようです。そうですね。はい。はい。エストニアはこの辺の、はい、距離のフリーキックっていうのは本当に気をつけなきゃいけないですよね。あれを見てしまうと、しかしこの壁も恐怖感がありますね。怖いですよね。怖いですね。ヘルツォーク助走を取りましたが、ポルスターできますか。ヘルツォークだー、どうだ、すごいシュートだ。また来ましたね。来ましたね、今度はズドンですね。ですね、どこから抜けてくるんですかこれ。あーはははは、うわー、ケアはしてますが、この勢いがね。はい、そうですね。コーナーキック、あーっとヘディングが合いません。落として、あーっとボレー、難しいシュートではありました。最後はこの6番のヘラフ、まあ、ある意味理想的な形ですよね、はい、ファーポストにセンタグに送ってマイナスに落としてフィニッシュですからね、はい、うん、ちょっと抑えが効きませんでした。プーム、合いません。ポルスターが前に倒れたのはヘラフ、エストニアボールになりました。ライム、ミーク、この人はショットルです。向こう側にいるのがブフェッファー、クリスタル、さあエストニアシュートまでいくか。相手を背にしてボールキープ、アロネン前を向きました、いたぞ、シュートまでかわしてシュート。今ちょっとオーストリアのディフェンスが軽率でしたね、はい、もうあの花道を作ってあげるかのようにスーッと開けてしまいましたね、あそこでシュートでよかったんじゃないですか。そうですね、一人かわして、そしてここでちょっとサイドネットになります。狙いとしてはパワーポスト側の上あたりですか。ですかね。あ、まあ、あるいは、ニアサイドですかね。ニアサイド低いボールですかね、はい。2番のこの選手がチェルニー。今日は右サイドでずっと上がってきています。ショッテル、いやヘラフ。ヘラフは非常に今日はいい攻撃を見せています。シュート数も一番多いんじゃないでしょうか、ここまで。オーストリア。前に持ってったのはクーバウアーです。抜けましたよ、またチェルニー折り返しました。
まあ、難しいセンタリングでしたけどね、今のね、はい、ギリギリでしたからね、まあ、押し丸にはもうちょっと低めのライナー性かなんかだったらポルスターに多分ポルスター当ててもうゴールインというような感じだったんですけどね、はい、ポルスターは手を出しましてここだったんだよっていうね、うん、そうですね、24分を過ぎています。両チーム無得点です。しかしオーストリアが再三ご紹介している通り、いつ点が入ってもおかしくないんですが取れていないというのに嫌なムードはありますね。うん、そうですね、逆にこれエストニアこのまま持ちこたえますと非常にこれ反撃があるかもしれません。オーストリア去年の11月にですか、はい、ラトビアとやった時も 2-1 だったと思うんですけども、はい、その時もまあずっと攻めてたんですけどね、結局あのアップアップした勝ち方になっちゃったんですよね、はい、攻めながら点が取れないっていうのはちょっとしたこう悩みになってるんじゃないでしょうかね。うん、これが一つ決まっていればガラリと変わるんでしょうけれども 0-0 です。まあ、早い時間にあの1点2点ポンポン入るともう相手が切れてくれますからね、はい、そうなると勝手に取れるっていうところがあるんですけども、はい、おお面白いようにこの辺がつないでいきます。ヘラフ、あっと滑った、さあ上がってきますか、いい形でチェルニーです。これは面白いぞ、ヘディング合わないか、ちょうどベッテルと競ったディフェンダーとの間を抜けてきましたね今ね。そうですね、ボールはオーストリアです。ただエストニアとかラトビアといったチーム、はい、まあ知名度ほどですね、実力が本当に低いというわけじゃ多分ないんでしょうね。あーはーはー、こちらオーストラリアのプロアスカ監督ですね、そんなに侮れるチームではないと、はい、でだと思いますね、はい、僕はこのしかしチェルニーには思うように通りますね。そしてチェルニー上げてとのーっと遠い、まあ、あのチェルニーの攻撃参加っていうのもあれも当然噛み合わせの問題ありますよね、はい、エストニアの5番のミークが非常に下手くそと言ったら失礼ですけども、まあ、あの弱いというのもありますもんね、はいはい、ちょうどマッチアップしている左サイドになります。エストニア5番ミーク、はい、長いボールになりました。こういうのに活路を見出したいオーストリア、いやエストニア、ファイアジンガーです。ヘルツォーク、まあ、確かあのイタリアの前の、はい、前の監督のサッキさんですか、はい、サッキさんがエストニアのチーム、まあ、発展途上だけどもその未来あるチームだなっていうコメントなんかで読んだことありますね、はい、その片鱗はやはり伺えますか。そうですね、まあ、ただあの同じくサッキさんが言ったのがこう守る試合が多いのでディフェンスについては非常にいいんだけども攻めたことがあまりないのでいかに点を取るかっていうことにおいては彼らはまだまだ未熟だみたいなことを言ってましたけどね。なるほど、ただその重要なことは守りに関しては光るものがあるという評価ですね。まあそうですね、あとはまあ当然足りないのは国際経験だろうということはやっぱり言ってましたよね、はい、そうですか、その意味では今日のアウェイ攻めながらも攻められながらも本当に辛抱強く守っているエストニアのペースなのかもしれません。アウェイです、ほとんど攻めることはできません。極端な話国際試合で彼らが攻めるっていうのはあんまりないでしょうからね。そうでしょうね、はい、オーストリアです。今三大カップのようなあの、はい、ヨーロッパのクラブレベルの大会で成功するっていうのもまだもうちょっと時間がかかるでしょうしね。うん、ただそのさっきさんの言葉で言うならば将来は決して悲観したものではないと、思いますね、まあ、それはあのこのエストニアももちろんまあラトビアとかその辺の国に同じように言えることだと思うんですけどね、はい、プロアスカ監督もベンチから
出てきましたんで、うん、そろそろじりじりしてきたのかもしれないですね。はい、点が欲しいでしょう。ファイヤージンガー、オーストリアです。逆にライム右サイドです。長いボールを入れました。なーっとキーパーです。こちらはコンセル、あまり仕事らしい仕事がここまでありませんでした。まあ、コンセルが忙しいような展開ではオーストリアとしてはまずいですからね。まずいですからね、はい、チェルニーです。一旦預けてヘラフ、ここからもう一度預け直します。ヘラフ、さあどうやってこのディフェンスをかいくぐりますか。ポスト出ました。10番ヘルツォーク、シムソン、先ほどイエローカード潰されたままパスを送ってバスティッチ、そのまま倒れます。後ろから引っ掛けられたように見えたんですけどね、笛、はい、は鳴ってないですね。鳴ってないようですね、はい、ああいい形でつなぎました。前線2人行っています。3人が上がりました。シュート出る、ようやく何かトップホームで打ちましたね今、はい、ちょっと今オーストリアの最終ラインが深めにポジションを取ったばかりに、はい、1人かわしたらぽっかりとシュートできるようなスペースが空いてましたね。最後はパリです。前半残り時間15分ですが、ここまでご覧になって、まあ、当然これオーストリアが一方的に攻めてるわけですけど、いかがですか。はい、そうですね、はい、まあ、点を取れるあの可能性は結構感じますよね、はい、いい形で攻めてますからね、だからやはりもう1分でも早くまずは1点 取りたいですね、オーストリアは、うん、ちょっとこの今の頑張っているエストニアの気力を萎えさせたいですよね。はい、そうですね、今はもう充実しきっています。ここまで0対0できています。まあ、ただあの前半なんか特にこう集中力が持続して頑張れるんですけどね、はい、後半の時間の経過とともに切れてくるっていうのはやっぱよくあることですからね、はい、ヘラフ入れたボールです。キーパー弾きました。まだ続いてる。ゴール前、今のはゴールラインを割ったであろうというオーストリア側に対してキーパーにそのまま戻したエストニア。これパンチングでそのままここですが、そうですね、エストニアの選手があの、バックパスの形で戻しましたよね。確かね。ああ、なるほどなるほど、それを手で処理したということでだと思うんですけどね、あのクロスターがアピールしたのは。なるほどなるほど、認められませんでした。クーバウアーです。もう一度、さあ裏をついた、また来ましたね、チェルニー、ゴー、コーナーキックだ。蓋をしたのはホクロフ・シムソン、この人はチェルニーです。まあ、チェルニー2番つけてますけども、はい、まあ、彼もともとポジションで言えばミッドフィルダーの選手ですからね、はい、まあ、いったこう攻撃参加が得意な選手ですよね。うん、ファーサイドは誰もいませんでした。ヘディング設定もう一度クリアです。ルーズボールです。キーパープーム、ちょっとポルスターが一度あのオフサイドになってしまったシュートありましたけど、はい、それ以降ポストプレーはやってるんですけどフィニッシュに絡む場面がないですね。そうですね、はい、やはりこの辺り拾います。クーバウアー、さあここからです。あれ、ベッテル上がれませんか。まあ、今のもあれですね、縦にボールが抜けましたんで、はい、オブストラクションかなんかをですね、うん、当然ベッテルは取ってほしかったんでしょうけども、これね、はい、そうですね、3番キルス、まあ、このサポーターのブーイングを聞いていれば今何が起こったかっていうのは大体こういう試合では分かりますからね。本当ですね、はい、
それにしても攻め続ける時間が多くなりました。オーストリアははい、疲れることなくですね、はい、やはりこうバスティッチベーシックな形ですけどもですね、はい、必要に攻めていくことが大事ですよね、繰り返し繰り返しですね、はい、しょってるから。ショットルです。ヘラフ、今のところどっかのポジションが機能してないぞというような場所はオーストリアは見当たりませんしね、はい、はい、むしろチェルニーなんかいい動き目立ちますからね。はい、ファイヤージンガー、お話のチェルニーは右サイドです。ヘルツォーク外目からありますが自分で行きます。ドリブル、いいパスはもう一度チェルニー、あっといいパスでしたね今のは。残り時間が11分です。10番ヘルツォーク、またちょっとセットプレーのキックが見たいもんですがね。落としてそのままキーパーに来ました。プー、なんとか0点でしのいでいますエストニア。オフサイド、今危なかったですね、オフサイドになりましたけども、はい、この選手自体は後ろから入ってきましたんでね、キルス、まあ、空席はあるもののかなり入りました。ここはキャパシティかなり大きなスタジアムですね。発表は2万7000ぐらいですか。そうですか、はい、それよりはもっと全然入るはずですね。あ、バスティッチ、ショッテル、お客さんも相手選びますんでね、はい、国際試合だからといって常に前になるわけではないですよね。そうですね、はい、あーパスさんもう一度ヘルソーク来た、右足になってしまうか、いやいい形で入ってきたんですけどね、今ただ体勢的に右足でフィニッシュしなきゃいけない体勢でしたよね。そうでしたね、まあ、そのためかボールを持ち続けてまあ反則を誘うような形で入ってたんですけどね今ね、はい、これもう一回リターンもらうわけですね。ちょっと脆い倒れ方でしたね。シュートを取っていう気が全然感じられなかったですから ね、 そのようでしたね、ボールの持ち方に、何かもう倒れようというね、はい、そうですね、感じがありありでした。さあこれは期待できるヘルツォーク、落としてこのままクリアです。ショッテル、3番のキュルス、ようやくシュートまで行きました。ヘラフ、前半の10分ぐらいまでですかはよくあったんですけどね、はい、この
ペナルティーエリアよりも、もうゴールエリアに近いぐらいの位置からっていう打つっていうシュートが、オーストラリアちょっとなくなってきましたね。そうですね。はい。まあ、うまくずっと攻めてるんですけども、印象としてはうまく守られてるような感じですね、この辺の時間帯は。はい。通りましたが、ヘルツォーク足を痛めた。さあ、シュートまで持っていけるか。激しい当たりはオペル。オペルは77年生まれですから、はい、今年20歳になるんですか。そうですね、はい、非常に若い選手ですね、はい。シムソンが外に出しました。オーストリアボール。この辺で残り5分ですからね、はい、オーストリアなんとか1点取っておきたいですね。クーバウアーです。通りました。間に合って入れます。いつでもやはり取れそうな、しかし入りません。まあポルスはちょっとピリピリしてますけど、なかなか彼のところボール入ってこないんですよね、はい、そうですね、はい、プーム。残り4分です。前半ヘルツォーク、さあ狙っていきますか。久しぶりに来たんですけどね、はい、今ショッテ、もう一度チェリー、折り返しましたがダメ。もう何度このシーンを見たでしょう。ショッテ、このコーナーキックあたりでオーストリア取りたいですけどね。クーバウアキックは変えましたね、はい、ヘルツォークから。あー惜しい、キーパー直接行きました。プーム、あと2分です。エストニアボール。ファイヤージンガー。
ゴールキックです。しょってる。前半あと1分です。きた、よく守りました。久しぶりにミークのいいプレーが出ましたね。そうですね、やはりあのエストニアはよく守ってるって印象は、はいね、はい、前半ありますね。さあオーストリアも時間がありません。30秒、パスをつないできました。ヘラーフ、チェルニー、やはりこのチェックをかいくぐるのは難しいか。ヘラーフ正面からになりますが、もう一度右サイドになりました。さあヘルツォーク、左足で長めのボールを出しますか。右サイド、チェルニーガーッと変わっていた。クバウア、もう一度スイッチ、チャンス、エストニア。今度はオーストリア、ロスタイムに入っています。チェルニーシュート、キーパーだ。いいあの形でボールの中に持ち込んだんですけどね、はい、ちょっとシュートに力が足りなかったですね。どうやら前半はこのままで終わってしまいそうですね、はい。さあ、あとワンチャンスありますか。あーっとホイッスルが鳴りました。前半終わって0対0ですが、戸塚さん、はい、どうご覧になりました。そうですね、はい、あのオーストラリアよく攻めたんですけれども、はい、まあ、それ以上にエストニアがよくしのいだと、うん、そんな印象が、強い45分でしたね、はい。これはかなり試合の初めの部分のいわゆるポルスターのオフサイドなんですがね、あのあたりですでに点を取っていれば楽だったかもしれません。と変わりました。押しに押していた前半オーストリア、しかし点は入らず0対0。右にオーストリア、白いユニフォーム、左にエストニアです、ブルー。これが仮に戸塚さん 0-0 で終わるようもんなら、オーストリアとしては手痛いですね、はい、そうですね、まあ当面の敵やっぱスコットランド、はい、それからスウェーデンですか、はいはい、その、まあ、3つでおそらく争っているような図式になってますけども、最悪でも2位以内に入らないと、もうフランス行きっていうのはもう閉ざされてしまいますんでね、はい、そのためにはこれだけ押している試合はもう確実に勝たなくてはいけません。ファイヤ人がショッてる。まあ、当然もうホームですしね、はい、相手はエストニアですから勝ち点計算はしていると思いますんでね、ヘルツォーク。さあ早くもチャンスになってきますが、前半同様チェルニーです。いいプレーですね、はい、拍手が起こりました。このあたりファンご存知、ヘルツォーク。前にはほとんど人を置いていませんが、エストニア、ヘルツォーク、ファイヤ人がベッテル。さあここからか。そうですね、この辺からいかに攻めていくかですね。はい、センタリング、おーっとこぼれた。いい格好でファイヤ人がちょっと遠い、
まあ、ポルサ今ユニフォームを引っ張らせたんだよっていうようなアピールしてましたけどね、ファイヤージンガーのパス自体はあの意図はちゃんとありましたよね今ね、ありました、はい、それも丁寧なね、そうですね、はい、あのポルサーを右サイドの方に流してっていうか、はい、そんな感じでしたもんね、ヘラフクーバグアーです、ショッテルクーバグアーです、ヘルツォーク、さあどこを見ましたか、ここです、面白い、割った、シュート、決まった、バスティッチ、あのバウンドが沈み込むまで長い時間を感じました、そうですね、はい、やっと入りましたけどいい形でしたね今のは、いい形でしたね、はい、バスティッチ決めています、ちょっと交錯したのであの、はい、痛んでないか気になりますけれども、このポストプレーも良かったし、この後はここはポルサーですかね、はい、このパスも良かったですね、あでもバスケットちゃんとあの球の行方も見てましたから、はい、怪我自体怪我とかは大丈夫でしょうね、うん、よく触りましたよこれ、はい、あの目線の先にはこのボールがあったわけですが、はい、なんともこの滞空時間を長く感じたでしょう、ようやく1点が入りました、オーストリア先行です、1対0、9番の、いや、7番のバスティッチが決めています。あー、相当これ、胸部を打ってますかね。あー、なるほど。一旦外に出されました。まあ、嬉しい1点ではありますが、痛い1点でもありましたね。あー、そうですね。はい、48分です。バスティッチが決めています、このリプレイも何度ご紹介しましたか、いろいろな角度から見ています、あのディフェンダーの追いかける時の顔とね、入ってしまった後の呆然とした表情というのを、これでしかし一つエストニアは集中力が途切れなければいいんですけどね、はい、そうですね、まあ、まだ1点ですからね、守りに守って0-0という何かある種そのすがりたい巧妙みたいなのも見えていたんですが、この 1-0 でこのままでは負けゲームになってしまいます、これ今一人欠いてますね、オーストリアは、そうですね、はい、そのままバスティッチが入っておりません、10人です、まあこの1点によってオーストリアの攻撃にある程度のこう拍車がかかったら試合としてはすごく面白いんですけどね、はい、何かこの感じですとバスティッチダメのようですね、そうですね、かなりしかしここでしょうかですかね、でしょうか、はい、かなりこれ強く胸は打っているようですね、引っ張っただろうというヘルツォーク、さあメンバーの交代、やはりダメ、バスティッチに代わって今ストーガーが入りました、このストーガーは何かパーソナルデータは入ってますでしょうか、ストーガーもう30歳ですか、はい、4月の生まれですからもう31になりましたね、はい、ラピドウィンで、ええ、もう代表では本当にかなりベテランのぶりに入る選手ですね、はいはい、コンスタントにまだ代表に選ばれてるわけですか、そのようですね、そうですか、はい、シュートチャンスが早くも来ました、流してシュートへ、うーん、ベッテルが送ってストーガーが飛び込んできました、まあ、ポルスターこれうまく流して、はい、ベッテルもよくあんな体勢で打ちましたね、
ストーガーはちょうどミークが蓋をしてました。ヘルツォーク上がってヘディング、ポイントができた。おーっとホイッスルがありましたよ。はい、これはハンドですね。ハンドですね。角度的には左足よりも右足ですね。したがってヘルツォークではないかもしれません。そうですね、はい、8番のキューバーはあたりですかね。はい、キーパーのプーン、ストーガーの構えもありますか。まあ、ただヘルツォークが左足で思いっきり蹴っても、まあ、曲げるならば右足ですけどね。はい、ヘルツォーク、いや、ストーガーだー、決まらない、わずかに、わずかに、しかし今キーパーがおそらくこれポストにぶつけたんですか。そうですね、ボールとポストに指を挟んでしまったですかね。これは痛そうだ、プーム。しかしよく抑えましたよね、はい、あ、これは先ほどのバスティッチですが、ちょっとカメラがすぐに切り替わりました。あー、これは何かこの表情から伺う限り相当強くこのポストに当てました。うわー、ポストではないですか。ボールを弾いた後に、ちょっとこの角度じゃあまり分かりづらいですね、うまく見えないですけどね、あとポストとボールと、まあ、指と、はい、何と言ったらいいんでしょうね、まあ、3つがこう交錯して、いずれにせよ痛めたことになるんでしょうけどね。はい、挟んだりとかしてませんね。ただそれはなかったようですね、はい、いや、しかしちょっとアクシデントがありまして、まあ、ちょっと一つ前に戻りますが、バスティッチが胸あたりでしょうかね、はい、かなり強く打っておりましたね。そうですね、で一瞬カメラがそこに映ったんですが、果たして状況がどうなってるかは分かりかねます。で今キーパーのプームですが、どうやらこれ戻りますか。あれ、まだ痛そうかな。シュートは素晴らしかったですね。はい、シュート素晴らしかったですね。ストーガー、まあ、あの角度なら右足の方がいい、言葉通りヘルツォークではなくストーガーでありました。このストーガーの右足から放たれたシュートというのは、実にそのいわゆるニアポストギリギリのを狙ってまいりました。でちょっと折れるような格好で弾いたんですよね、これね、はい、ここから見るとよくわかるんですけどね。ポストには当たってないんでしょうか。当たってないですよね、直にはね、はい、ただ何かこう突き指のような格好で、さあコーナーキック、入れてクリアです。ただあれはいずれにせよ非常に大きなセーブですよね、はい、ビッグセーブでした、はい、クーバーバー、あー、もう一本コーナーキック、ちょっと今エストニアの選手がポジション近かったんじゃないですかね。そのように見えましたかね、はい、あんまり近いと警告とか出ますからね、はい、クリスタル同じ位置ですね。しかしベッテル、ヘルツォークは割と長いのもスローに投げられますからね、はい、これは面白そうですよ。なーっと正面だ、チャンス、シューッとブルスター、力入りましたか、そうですね、久しぶりに来ましたよ、はい、シュート打てる場面来ましたからね、
ちょっと やはり力入ってますね。はい。まあしかしこれ1点入っておりますので、気持ち的には先ほどの感じとは違います。ブフェッファことごとくボールを支配します。さあ来ましたか、ヘルツォーク開いて、ベッテル右サイド、ヘラフ、さあここからだ、シュートまだ狙えない、ヘラフ相当あのエストニアの方はもう、はい、人数がゴール前に人数集まってますんでね、ファイア陣がそれだけになかなかこう中には入っていくの難しいですね。はい、しょってるからここからです。ヘルツォーク、いいタッチだ、さあ来た、もう繋がってますね、いいタッチだ、流れた、シュートチャンスだ、綺麗に決まらないか、いやーパーフェクトなつなぎ、最後クーマンはセンタリングしたのはベッテですかね、はい、打ってもよかったですね今ね、ただ前もう視界開けてましたんでね、そうでした、その前が見事でしたね、綺麗なパスワークでした、ストーガー蹴ります、コーナーキックです、シュート、いいシュートだ、もう一回ポルスターだ、ポルスターしかし当たってませんね、はい、今日はちょっとあのポルスターついてないですね、ゴール前に落としています。開いてもう一度ヘッド、一人を難なくかわしました、あー途中でカットされます、さあ今度逆シューター、パリ、ヘラ、難なくチェルニー、クーバウアー、ヘルツォーク、かわしにかかる、コーナーキック、この人はキルス、やっぱりヘルツォークのような選手っていうのはあのパスもすごいですけど突破もできるっていうのがやっぱプレーの幅が広いですよね、はい、これは先ほどのポルスターのセーブですけど、入りますね、プームなかなかいいセーブですねこれも、はい、ヘルツォーク、しかしあのオーストリアのコーナーキックというのは非常にあの面白いところを狙ってきますね、チェルニー、ああ高い打点ですがポルスター、まああのケル選手によって本当にキックの、はい、バリエーションも豊富ですしね、質が違いますし ね、はい、狙いどころも変わってきますんでね、はい、ヘラフ、さあチャンスいけるぞ、ヘラフ開いてセンタリングチャンス上げた、ファイヤー陣が、さあここからです、もう一度組み立て直し、もう本当に面白いように回します、ファイヤー陣が、ハーフコートマッチ以上ですね、はい、もうね本当ですね、フィールドの4分の1しか使ってないですからね、まさにその通りです、ようやくクリアですが、その前にルーズボールを拾うのは必ずオーストリア、
一人かわしてビッグマン、さらにはキルス、いち早くファイヤ陣が、まあ、1点入ったことで明らかにあの前半の、はい、30分ぐらいの頃に比べるといいリズムになってますね、オーストリア、はい、クーバウアーから、そして例のヘルツォーク、ヘルツォーク前に来ました、クーバウアー、そして今ストーガーです。これはいいか、抑えてチェルニー、あー滑っちゃいましたね、はい、前半はもうあのチェルニーの攻撃参加がすごく目立ったんですけど、逆に言うとチェルニーしか目立たなかったとも言えると思うんですけどね、もう後半はいろんな選手が出てきますからね、はい、ただやはりこれだけ攻めると2点3点と点が欲しいですね、オーストリアの方は、はい、ストーガー、キルス、エストニアはここは頑張りどころですけどちょっとしんどくなってきましたね、はい、ストーガーです。何かこう乗り遅れてるのがポルスターですよね。そうですね、一人だけちょっとあの、はい、歯車が噛み合ってないんですよ ね、 そうですね、完全に流れから乗り遅れています。メンバーの交代がありそう、これはエストニアです。どうやらパリに代わって今17番をつけましたルーバーが入りました。今日のこの11番のベッテルの出来はどうですか？悪くないと思いますよ、はいはい、とりわけオーストリアで何か注目、動きの良かった選手などは上がれば、あの後半に入ってきて、はい、8番のクーバワー の、 このーバー心にくいパスといいますかね、綺麗に繋いでますね、はい、全体的にあの去年ホームでやりました、例えばそのラトビア戦とかスコットランド戦に比べますと、はい、あの攻めの形が増えていると思いますね。あ、そうですか、はい、ショッテル、プフェッファー、あー、エストニア取ったか、あー取らない、しかしファウル、17番がルーバです。変わった選手、パリが退きました。4番がプフェッファーです。このプフェッファーをご紹介していただけますか？プフェッファーもう31歳ですか、はい、はい、彼は、オーストラリア、うわ危ないですね、これはプフェッファーの、いや、いやいやいや、ショッテルですか、ファイヤージンガーですか、ね、ファイヤージンガーでしょうか、顔切られました、ショッテルですかね、これルーバも足を痛めていますが、それよりも何よりも顔に入りましたね、これ、ああ、ショッ3番ですからショッテルですね、これはひどいですよ、うわ入ってますもんね、顔に、鼻をこれ切りましたよ、完全にね、鼻血です、うわ、ショッテル、ラピドウィーン所属、ちょっとすごい話になりました、うわすごいですね、まあ、よくあの尾骨を折る可能性もありましてね、はい、大変心配されますが一旦ピッチの外に出ました、交代かもしれませんね、まあ、あの展開的にですね、はい、後ろの方の選手ですから無理させる必要はないですからね、はい、今日でしたら、あ、いや、まあ、やはり変えるでしょうね、変えるでしょうね、はい、完全にボールはあのヘディングでもすでに、はい、処理した後に、処理した後でしたからね、スパイク入ってきましたんでね、顔に、ヘルツォーク、
コーナーキック。変えますね、やはり ね、コグラーが出ています。おそらくショッテルと交代の見込みです。シュートチャンスだ。ストーガー、キーパーです。プーム、まあ、プームはあの1点取られてしまいましたけども、今日はなかなか、いい気持ちでですね、はい、今のところプレーできてるんじゃないですかね、はい、グッドセーブもありますし、うわ、ああいった形であの蹴られますとものすごく腫れて痛いんですよね。物を食べるのにも多分苦労しますんでね。あ、ちょっと心配ですね。これあのショッテルですが、すでにメンバーの交代ですので、ずっと15番のコグラーが用意をしていました。やはりショッテルちょっと鼻血を抑えながら戻ってまいります。まあ大事に至らなければいいですけどね。本当ですね。さあプレーが始まりました。エストニアはちょっともう攻められません。逆にこれオーストリアの攻撃、あ、これはいいですね。ヘルツォーク、ディフェンス薄くなっている。チャンス、足元滑った、右空いている、決定的だ、シュート。お、いや今のはオフサイドですかね。オフサイドですか。いやちょっと横から見てみたいですね。今はなかったように思いますけどね。僕もホルスターは猛然と違うというふうに抗議をしましたが、今のは分かりづらい。ちょっと見ていきましょう。あ、ホルスター、うん、ホルスターはオフサイドポジションですけどね、右サイドに開いてたのは18番のストーガーですかね。そうですね、ストーガーは関係ないですからね。関係ないですね。関係ないと言いますか、ストーガー自体はあのオフサイドではなかったですからね、はい、今のはかわいそうですね、オーストリア。いやこれはちょっと残念でした。もう本当にドフリーでしたからね。本当ですね。明らかにあの一点物の形でしたから、さあもう一チャンスが回ってきます。ヘルツォークです。まあただオーストリアはあの切れないことですね、はい、ヘルツォーク今思いっきりあの、看板蹴ってましたけれども、切れ立ってますよね。実力は上なんですから、もう冷静に普通に戦うべきですよね。そうすれば点取れますから。コーナーキックです。まあでも気持ちは分かりますね、はい、あ、先ほどのショッテルでありますが、まあ、おびただしい話が流れておりまして、交代。シュート狙える。これヒットしませんでした。まあこういうところでの1点の重みっていうのはきっとヘルツォーク なりプロスターっていうのも痛いほど分かってるだけに、ああいうジャッジが、うん、やっぱり悔しいんでしょうね。ですよね、はい、勝ってるからいいじゃないかとかって、そういう理屈はきっと彼らは持ってないでしょうからね、はい、さあこのコーナーキックの数も相当数になりましたね。ヘルツォーク流してシュート決まらない。ストーガー、今のはまあなんと言いますか、ワッツタイム機に転がってきましたかね、はい、コーナーキックですかね。ディフェンダーに、うん、当たってますね。当たってますね、そうですね、はい、いやよく当たりましたよ。しかしこれスローモーションで言いますと、シムソンの足の裏ですかね。そうですね、キーパーが取りました。なんというコーナーキック、エストニアはゼロです。
まあ、ホームアンドアウェイとはここまで対照的なのもなかなかないですよね。はい、はい、でまだ 1-0 ですからね。はい、やはりでもこういう試合でもプロスターがあれだけこうオーバーアクションで審判にこう怒ったりするっていうのは、はい、国際試合だからでしょうね。相当この得失点差の重みなんていうのはやっぱ痛いほど経験してるんでしょうね。ストーガー抜けた、ラストパスになりました。最後のシュートとしては迫力がありません。そうですね、ちょっと力なかったですね。はい、はい、このストーガーも入ってきまして、ある程度こうリズムを変えたと言えますね。そうですね、はい、でコンスタントに非常にいい絡み方をしてますよね。あの本当にまさにその試合に乗れてますよね。リズムにスーッと入ってきましたね。はい、コグラーは先ほどその鼻血を出して退きましたショットルに変わったプレイヤーです。まあ、ただやはりオーストリア1点では物足りないでしょうね。はい、またもやチャンスはチェルニーから右サイド、長いボールはキーパー忙しい、プーム、いやー一つ一つのプレーがしかし非常に危ない。これエストニア、もうすでにボールを奪ってチェルニーいいようにかわしにかかります。これはキーパーです。いやしかしあのポルスターが乗れてないですよね。うん、そうなんですよね。そうですね、まあ、なぜかポルスターのところになかなかいいボールが入ってこないんですよね。はい、はい、この人一人乗り遅れです。もちろんあのパスとかポストプレーの段階ではいいプレーしてるんですけどね、はい、やっぱ肝心なシュートでなかなかいい形もらえないんですよね。ミドルレンジから打ちますか。わずかに差は1点です。すぐに入れましたキルス。あーいち早くファイアジンガーです。ストーガー、うまく抜けましたね。抜けましたね、ヘルツォーク。さあこれはいいでしょう。大歓声に包まれました。ディフェンスが薄くなっている3枚、その局面を打開するヘルツォーク。ラスト、あーいいプレーですけどね。はい、ヘルツォーク、こっから始まったんです。そうですね、はい、ヘラフ、もう立ち沿いです。ストーガさあもう一度来ました。クーバウアーからベッテルです。ベッテル開いてクーバウアー入れました。あのサイド割ってあのいわゆるこう最後のセンタリングですよね、はい、それがなかなかうまく入ってないですね、この辺の時間帯は、うん、あそこまではいいんですね。はい、チェルニーも右からどんどん突破するんですけどね、はい、ラストパスのまあ精度って言いますかね。はい、いやー随分入りました。エルンスト・ハッペルスタディオン、ご覧のようにバスティッチのゴールだけ。ただ痛いのはバスティッチはその後ちょっと胸を強く打ちましてすぐに交代ということになりました。まあ、そう考えますと怪我人を2人今日オーストリア出してしまいましたんでね、1点との引き換えですからね、はい、あーいい格好ですよこれ。エストニア中に入ってきました。キーパー弾いて、ここエストニアフィニッシュまで至りません。逆襲いいでしょうポルスター。
フォルスター自身は前に上がっていきます。ツータッチで右サイド、さらに入れて、これはドフリー入れた、ゴール前、ガーッとクリア、クリア。しかしフェルツォ君もあの難しいバウンドよくダイレクトで折り返しますよね。本当に巧みですね、はい、チャンスは波状攻撃、打てる角度、わかります、これだけ押していればわかります。なかなかしかし決まりません。このプレーは非常に難しいと思いますね。これね、しかも精度が高いから驚きますよね。ドンピシャリでストーガーまで行きました。あれはしかし追っている時にはストーガーは視界の中に入ってないでしょ。でしょうね、まあ、当然そのイメージとして、まあ、マイナスあのぐらいの角度に入れれば中詰めてるだろうっていうのは持ってると思うんですけどね、倒されましたベッテル、すぐに浮き上がります。さあチャンス、フォルスター今日乗り遅れてる男、ストーガーゴール前、最後はクバウアーの足でしょうか。あー、コーナーキックに変わりますね。そうですね、コーナーキックですね。あ、こうやって見ますと雨が降ってるんでしょうかね。ちょっと水滴に映っておりました、はい、ヘディング、惜しいですね。フォルスターあと11分ぐらいでしょうか。ニアポストにはライムがいました。フォルスターではないんですね。違いますね、違いますね、はい、メンバーの交代があります。アルバイテルが入ります。そして退いたのがアロネンが退きましたね。アルバイテルが入っています。ああ見せました。二人ぐらい囲まれても何にも苦にしませんね。そうですね、ヘルツォーク、はい、もうこのぐらいのレベルだったら、はい、本当にボール持ったらそう簡単には取られないですね。はい、ベッテル、ヘラフ、ファイヤージンガー、おーっとこれ抜けてしまったぞ。ヘラフ、もう一度プレーはオーストリアに回ってきました。さあストーガーが行く、ストーガードリブル長い、またドリブル、これは聞こえています。残り時間10分、ストーガーワンバウンド、コーナー、これゴールキックになります。はい、そうですね、はい、最後これベッテルです。ダイレクトシュートですね、前半同様、しかしこれオーストリアのペースで後半も始まっていますが、ここまで来て、まあ、残り9分ですけど、はい、1-0 というスコアがね、そうですね、奇妙な感じるぐらいですね、うん、ちょっとあの物足りないですよね、まあ、この 1-0 の3にはもう本当にそう簡単には埋められない実力差が存在してるんですけども、チェルニー、アリトス、数字的にはですね、はい、最小得点差ですか、はいはい、まあ、ただあの今回のこのヨーロッパの予選では
いわゆるこう最初に強いだろうと予想された国のもたつきが目立つってまあよく言われますけども、はい、逆に言いますと弱小とみなされていた国の健闘ぶりもまあ同時に際立ってますからね、うん、そういう意味ではこのオーストラリア、エストニアに限らずこういう試合っていうのはまあ何個かありますよね、はい、チャンス。なるほどね、はい、うん、このストーガーはしかし本当に乗れてますよね、交代選手としては非常にいい仕事をしていると思いますね、はい、メンバーの交代、今度はエストニア、リトマが入って3人目、退いたのはこの7番をつけているビッグマです。これで3人です。まあ、エストニアはもう本当に20代前半の選手が非常に多いチームなんですけども、うん、今入ったリトマンも20歳ですか。あ、そうですか、はい、非常に若い選手ですよね。20歳のリトマが入りました。ルーバ、この人も途中交代です。アルバイテルも途中交代、中に入れられませんでした。キルス、まあ、そんな中でこのキルスは、30歳ですか、ちょっとベテランのブルーに入りますね、はい、さあこれチャンスになりましたか。エストニアこれ初めてですかね。初めてのコーナーキックですね、はい、エストニア。オーストリアはこういうのは気をつけた方がいいですね、往々にして点になることがあります。クリスタル、高さはありました。外れています。最後はレムサルでしょうか。これも競り負けてますからね、オーストリアの守備陣、うん、6分ありません。盛んにしかし何とか反撃しようという姿勢を見せています。集中力は切れていませんエストニア。さあわずかに1点です。まあ彼らにとってはおそらくちょっと予想しなかった自分たちの健闘だと思いますんでね、うん、集中はなかなか切れないですよね。はい、チャンス、ストーガー、あと5分。ヘルツォーク、ちょっと今日はいろいろと苛立つシーンもありました。ヘラクーバウア、後半目立った一人と挙げていただきました。クリスタルからライム、もう一度クリスタル、まあ、今のこのライムのこのボールコントロールですか、はい、なかなかうまいですもんね、はい、残りが4分です。15番はコグラ、変わって入った選手。さあチャンスか。お、チャンスかもしれないですよ。これはつないできました。抜けた裏、最後シュート決まった。ストーガー、ダメ押しでしょう。2対0。
最初に飛び込んだのはクーバーワーですけどね、はい、クーバーワーでしたね。後ろから走り込んできたストーガーが、まあ、そのままうまく流し込みましたね。はい、非常にシンプルな組み立てでした。センターラインを生かしました。まあ、ヘルツォークのこの縦パス1本ですけどね、これは確実に最終ラインの裏に打ってますんでね、はい、最後はストーガーです。まああのまま持ってったクーバーワー、あのまま自分でもシュートが打つの体勢でしたよね。はい、最後はストーガー、このパスが技あり、今のパスは本当素晴らしいスルーパスですね。はい、しかしストーガー後半から入っていい仕事しましたね。しましたね、これで 2-0 です。もうすでに体勢を消したという感があります。まあ、プロハスカ監督も、まあ、やっと2点目入ってほっとしてるんでしょうね。ねえ、レムサルよく守りましたが2点失っています。チェルニー、チェルニーもちょっと疲れましたかね。疲れましたね。しかし取れる時というのはシンプルに取れますね。本当にそうですよね、あと1分です。オーストリアが2対0。今日はポルスターにまだゴールはありません。バスティッチ、それから途中交代入りましたストーガー、ファイヤージンガー。まあスコア的には当然オーストリア不満は残るんでしょうけども、オーストリアもかなり頑張りましたしね、内容自体はオーストリアそんなにひどい内容じゃないですからね。まあ、それなりの満足は伴うんじゃないですかね、この勝利でしたら、今90分です。ロスタイムです。クリスタルハイボールになりました。チャンス、しかしあの2番のレムサルは、はい、空中戦非常に強い選手ですね。強いですね、競り負けないですね。はい、チェルニーかわして入りました。おっと最後の網に引っかかりました。一人ちょっとサポートする選手がいれば、はい、あのまた全然違いましたけどね、今展開が、はい、もう一度チェルニーです。ポルスター、ポルスター、ポルスター、ポルスターかー、ホイッスルがありました。まあリーチが長いゆえのこの工作なんですけどね、ポルスターね。このこっからですね。はい、普通届かないですよね、これぐらいですと。まああれはやはりキーパーチャージ取られてもしょうがないですよね。このパスの後のヒールのこれがすごかったですね。ねストーガーですね、今のは。はい、いやいいでしょう。どうもちょっとエストニアここに来てあの、はい、攻めてきましたね。攻めてきましたね、
ロスタイムを今2分見ました。場内がやはりちょっと静かになってきました。2分半ロスタイムを見ています。まあこれもう間もなくて冬がなると思いますが、戸塚さん、はい、オーストリアとしてはこの勝利の意味はどういうことなんでしょうか。まあ、最低条件はクリアしたというところでしょうかね。よしと中入れない。これ 1-0 では もちろん物足りなかった。はい、そうですね、はい、でまあ、2点しか取れてないんですけども、どうなんでしょうかね、まあ、内容的にですね、はい、まあ、次につながる内容というんですかね、はい、あの攻めではいい形とかが見えてましたので、まあ、あと個人個人いい働きした選手もいますよね、はい、ストーガーですとか、はい、まあ、今もボール持ってましたクーバーワーとか、チェルニーの攻撃参加も良かったですね、ですからまあまあ、これ大体月1回のペースで予選進んでますけども、はい、やはり次につながるところが見えた試合と言えるんじゃないですかね。まあ、もちろん2点しか取れなかったっていうのは、はい、まあ、不満材料の一つでしょうけどね。エストニアもよく辛抱しましたけどね、エストニアは本当に粘り強い守備でよく頑張ったと思いますね。そうですね、はい、そうだ、この人目立ちました。そして今タイムアップです。結局2対0というスコアで終わりました。ご覧のように最初にバスティッチが48分、87分にストーガーが決めています。イエローカードはあの2番のレムサルについています。まあまあ、しかしあれですね、この18番のストーガーの力は分かりましたね。そうですね、はい、2-0 です。オーストリアが勝っています。